こんにちは。動画ご視聴いただきありがとうございます。なんか急に雨降り始めたんですけど、大丈夫かな？はい、ですね、今日はこいつ、インスタ360エースプロ。これの関連パーツのちょっと紹介やろうかと思います。で、エースプロ自体はもう届いて2週間ちょっとになるのかな。ほぼ毎日のように今、使い続けてるんですけど、アクションカムとしてはね、かなりいい出来だと思います。今年になってから GoPro Hero 12だとか、あと DJI の Osmo Action 4なんかも購入して、もう一つ言うと DJI のポケット3も購入したんですが、かなりの数のアクションガム購入したんですけど、その中でも画質だけで言うと、やっぱりポケット3の画質がちょっとズバ抜けてるんですけど、トータルバランスだけで言うと、僕はこのエースプロが一番いいんじゃないかなということで、もう最近毎日のように使っているアクションカムになります。で、このアクションカムの、エースプロの関連パーツ、先日注文したものが、つい先ほど届いたので、今日はね、これの紹介やろうかと思います。早速取り出していきます。まずはこういったペラ類ですね。ペラ類がまず入っていて、もう早速出てきたな。ちっさ、思っていたより小さいな。はい、これです。これが何かというと、このエースプロのこのここにね、差し込むタム取り付けするマイクアダプターになります。専用なのかな、専用のマイクアダプターになります。一応 USB-C と 3.5mm ジャックですね。 3.5mm のマイクアダプターが、ついている、専用のマイクアダプターになります。何の前知識もなく進めてるんですけど、多分、DJI のアクション4であったりだとか、GoPro と一緒で、多分このあたりの、蓋って外れると思うんですよね。左側面っていうのかな。ここが、開けてやると、この USB-C と、あと、SD カードですね。マイクロ SD カードのこう差し込みになってるんですけど、多分ね、この蓋って引っ張ると開くのかな？あ、開いた開いた。一緒ですね。GoPro とかと一緒で、上に開けて引っ張ってやれば外れますね。簡単に外れます。で、この蓋外してやって、多分ここにそのまま差し込むんだと思うんですけど、ちょっとやってみようかな。こう合わせて、カチッと、いったいった。結構ね、これカチッと感がありますね。しっかりこう差し込むだけじゃなくて、ちゃんと爪があって、爪でこうカチッと差し込んで、これ外れないですね。外すとき引っ張ればいいのかな。これね、勝手に外れて落ちるってことはなさそうですね。USB の C の端子にこう差し込んで、カチッとしっかりとこうはめ込むタイプのアダプターになります。これ結構ね、安心感ありますね。で、マイクアダプターがここか。ここに 3.5mm のマイクアダプターがあるので、ここに外部マイクですかね、差し込んで使うっていうような使い方になります。で、このエースプロ自体の内蔵マイク、音質自体はね、そこそこいい音質なんで、特にマイクアダプターつけずに内蔵マイクでも全然いいかと思うんですけど、唯一ね、欠点となるのかな、ちょっと僕の感覚では、風防効果めちゃめちゃ弱いと思います。風がない時はね、全然問題ないんですけど、ちょっと風が強めに吹くと、もう風防効果が、効ききれないというんですかね、塞ぎきれない、防ぎきれないっていうのかな。なんかそんな感じで、ちょっと他のアクションカムに比べると、風防効果、風に対する耐性っていうのがちょっとなさそうなんで、風が強い時だとか、もっといい音質で撮りたい時に、こういったマイクアダプター使うといいんじゃないかなと思います。ちょっともう少しこう薄くても良かったのかなっていうような気がするんですけど、今手持ちのマイク、じゃあちょっと足してみてどんな感じかっていうのをね、見てみようかと思います。こんな感じで、今手持ちの小さな外部マイクちょっと装着してみました。これ、ETM001 エデュテージの、マイクなんですけど、音質かなりいいマイクなんで、気に入って、ずっと使ってるマイクになります。で、この小さなマイクに、こういった L 型のプラグですね。L 型の変換プラグをこんな感じで、つけています。直接、例えばね、ここに差し込んでもいいんですけど、これでも悪いことはないんですけどね、ちょっとなんか横の方にこう伸びきっちゃうんで、やっぱりこういった L 型のパーツですね、変換のパーツつけて取り付けした方が、いいんじゃないかな。ちょっとこのあたりまたね、どういった使い方したらいいのかっていうのは、使いながらまたちょっとずつ、今で検証やっていこうかと思います。じゃあ、これで電源をオン。電源オンにしてやると、ここにね、レベルメーター出てきましたね。今までマイクのレベルメーターでなかったんですけど、内蔵マイクの時にはね、これ表示しないんですけど、
外部マイク装着してやることで、レベル出てきましたね。ただちょっと原因が大きそうなので、これだけ今離れてて、これぐらい、レベル振ってるんで、これちょっと調整してやらなきゃダメなんですけど、確かね、設定項目あったと思うな。どこだったかな。ここの設定の中だったかな。ここに、あれ、どこだったかな。一般で、あ、ありますね。外部マイクゲイン。ここで調整してやる。で、今は、0デシベルになっているので、これを、例えばマイナス18。これが多分一番音が小さくなるかと思うんですけど、これでどうかな。あ、マイクテスト。ちょっとこれで低すぎますね。もうちょっとじゃあ上げます。もうちょっと上げてやって、一般の中だったかな。一般の中のマイク16ぐらい?これぐらいでどうかな。マイクテスト。あ、マイクテスト。うん、これぐらいですかね。はい。まあ、じゃあ、これぐらいで、結構ね、このマイク自体が音拾うタイプのマイクなので、ちょっとまあ低めに設定してやるぐらいが、おそらくちょうどいいぐらいになるかと思うんですけど、まあ、まずはじゃあ、これに設定して、少し撮影ね、やっていこうかと思います。ちなみに、これ外しても大丈夫なのかな?マイク外してやると、あ、消えましたね。これで今多分内蔵マイクに切り替わったんだと思います。で、外部マイクを挿してやると、こんな感じで、あ、またちゃんと出ましたね。これでまあ外部マイクが装着できているかどうかっていうのは確認できるんじゃないかなと思います。で、こう前側に向けてフリップ上げてやって、自撮りした時に、まあこんな感じで、まあ今こんな感じで撮ってるんですけど、あ、ちゃんと顔認識、あ、見えないか。はい、こんな感じで顔認識今ちゃんとしてますね。うん。はい。まあじゃあこのスタイルでね、しばらくちょっと使っていこうかなと思います。はい。というわけで、カメラをインスタ360エースプロに切り替えしてみました。で、マイクは、外部マイク、エディテージの ETM001 をマイクアダプター返して、接続しています。音声とどうでしょうか。音自体は多分モノラルになっているかと思います。で、設定なんですけど、これね、今照明つけてるんで、まあ普通のモードでもいいかと思うんですけど、多分ピュアビデオモードになっている。暗所で強い、ピュアビデオモードになっているかと思います。音声と音質とどうでしょうか。外部マイク ETM001 で撮影しています。マイクを外して今内蔵マイクで撮影しています。で、内蔵マイクは確かね、ステレオになってたかと思います。ちょっとややこしいんですけど、ステレオになっています。外部マイクじゃなく内蔵マイク使って音を取っています。どんな感じでしょうか。はい、いかがだったでしょうか。で、今日はこのインスタ360エースプロにこのマイクアダプターを装着して外部マイクを取り付けして少しだけに撮影してみました。で、本来はね、このまま外に持ち出しして、試し撮りやっていきたいんですけども、ちょっと時間も時間なのと、あと雨がね、かなり今外降っているので、ちょっとこのまた試し撮りは明日以降にやっていこうかと思います。で、外部マイクやっぱりね、装着することで、まあ、音質がかなり改善できるということと、あと風に対しての耐性ができるっていうのはね、非常にメリットあるんじゃないかなと思います。ただ、本来はやっぱりね、このカメラ、本体のみで撮影できるっていうのがね、一番お手軽なんですけど、まあ、ただこういった Vlog 撮影で使ったりだとか、あと、こういったミラーレスカメラの代わりですね。こういった小型のカメラで Vlog 撮影したりするときなんかはね、こういった外部マイク装着してやることで、かなりいい環境での撮影っていうのがね、できるかと思います。なので、まあ、こういったアダプター返して撮影すること自体は、僕自身は、ありだと思っているので、まあ、またちょっと明日以降、このセットで、動画撮影やってこようかと思います。はい。というわけで、本日以上となります。また感想とコメントいただけると非常に嬉しいです。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。